はい、皆さんおはようございます。朝早い配信です。ですね、昨日うちの兄貴のケンジが夜中に来たらしいんですよね。はい、それでケンジのお説教のあの配信なんですけど、夜中に来るなって、はい、酒を持ってったらしいんですよね。で、母ちゃんがちょっと何だっけ、6000円、ああタクシー代か、うん、7000円、そうです、7000円持ってったらしいですよ、タクシー代で。でもバカですよね。どうやって帰ったんだろう、あいつ。え？どうやって帰ったの？帰ってないと思うよ。帰れないでしょ。だって電車通ってないでしょ。あの時間。うん。通ってないから私言ったんだもん。恋にでも寝てればって言ってやったよ。友達も二人いたから。5時になってから乗ってったんじゃない？あれ持ってったから細かくはね。ああ、そう。うん。ダメだな、あいつ。どうしようもないよ。怒られたんじゃないの？え？怒られんじゃないの？だって帰ってないんでしょ？だって、あれだ、帰って仕事今日しなきゃいけないじゃん。帰ったでしょ？うん。まあ、ちょっと、ケンジ、本当兄貴なんだから、もうちょい。ちゃんとしろよ、シャキッとしろよ、うん、ね、うん、僕はまだ眠たいです。もう一回寝ます。まだ早いんでね。まだ何時？7時前か、うん、そうですね。まあ、気にしっかりしてくれ、マジ、うん、そうじゃないと追い出されちゃうぞ、施設、うん、マジ、うん、追い出されちゃうし周りにも迷惑かけちゃうぞ、うん、本当に、うん、うん、何言いたいわけじゃないけど、でも兄貴なんだからしっかりしてくれ、うん、本当に、泊まり連れてくるのはいいけどね、早い時間に連れてきて、それでみんなで喋ったりとかね、そういうのはいいけど、うん、夜中に連れてきちゃダメね、意味ないよ、うん、そう、うん、俺はそう思う、昔よく遊んだね、でもね、うん、ケンジ、うん、うん、昔よく遊んだ、うん、うん、まああとは何かな、うん、ケンジとの思い出、うん、よくおやじの LB で見てたね、一緒にね、ね、うん、そう、
そういうのはあったな。そう。ぶっ飛ばした時もあったしね、ケンジのことをね、俺が。あの、彼女に手出してね、お前がね。で、お袋に灰皿投げてね。それで俺がぶち切れて、ぶっ飛ばして、お前のこと。ね。そういうこともあったね。まあ、そうっすね。ね、眠いっすね、まだ。はい。そうっすね。あとなんだろうな、お前との思い出っつったら。いろいろあるけどね。いろいろあるけど、朝だもんな、まだ。テレビ映ったのがね。映ったね。いいよ、そういう話すんなよ、今。暑いな、今日も。ね、暑いしね、今日も。とにかく、ケンジ君、お母さんに迷惑かけないようにね。本当にもうこれっきりよ。本当夜中に来たりとかしないように。ね、俺が起きてたらマジブチ切れて言うからね。本当に口開いて寝てんだ。本当に俺寝てたからいいものね。本当に舐めんじゃないよ。ほんと。ね。俺は寝てからいいものをさ、ほんと。意外にして。終わった。ほんとに。ね。そういうこと。ね。じゃあ、そういうことで、皆さんも、また寝てください。僕は寝ます。それじゃあ、では、じゃあね。